里崎チャンネル。じゃん。さあ開幕しましたけども、12球団全試合総チェックね、金曜日になりますけども、まあ3月30日、31日、4月1日の、3連戦を里崎が独自視点でまとめてチェックしていきたいと思います。さあ長くなるのでもうお遊びはここまでですぐやります。まずはパリーグロッテ対楽天、開幕3連敗で臨んだ楽天戦、ロッテ本拠地開幕30日0対5楽天、31日1対2楽天、そして4月1日披露16対5でロッテ今季初勝利ということで、しかし結果は2勝1敗で楽天の勝ち越しなりましたけども、30日の試合、まあ、岸がねなんて言っても完璧なピッチング、見ててもねそんな打たれそうになかったですし、若干終盤疲れたかなっていうところでストレートのキレ、もしくはあのコントロールが甘くなったっていうところはありましたけども、全体的に素晴らしいピッチングだったかなと。ストレート、チェンジアップ、スライダー、カーブと、全ての球種が完璧に抑えられたんじゃないのかなということで、ゴッピッチ、その中でやっぱ 気になったのはやっぱりね楽天の守備、小深田のスローイングがちょっと不安定っていうところで、まあ3回裏もね結局アウトになりましたけど、送球がそれたりとか、開幕戦でも送球のエラーありましたけども、ちょっと見てて不安定が感じるかなっていうところで、まあ小深田ぐらいの選手のこうパフォーマンスで考えると、その難しいところまでねやれっていう必要はないですけども、そういった簡単なところを簡単にこなすっていうようにね、しっかり練習していってもらいたいなっていうところはありますよね。そしてロッテの攻撃、4回裏ワンアウト一塁で、バッター安田、多分これランエンドヒットの形で中村が走ったんですよね。で安田がライトフライでも、そんなライナーじゃなかったのに全く戻る意思なくダブルプレー、まさかアウトカウント間違えてないですよねっていうぐらいの勢いで走ってましたけども、あそこは戻らないといけないですね。いくらランエンドヒットでもあれぐらいの高さで、上がれば見てたら戻れるはずなんですよね。それをもうノンストップで三塁までっていうのはちょっとバットプレーですね。で楽天6回表2アウト2塁で島内フォアボールで、浅村がね、カウント3、2からレフト前タウリーで、茂木がね3ランジェーンドジェーンドって、もうここでね試合が決まってしまったかなと。で小島もねめちゃくちゃ良かったんですよ。5回までストレート変化球ともに質も良くてコントロールも良くて、でただ6回になって急激に球質がなんか下がっていくっていう謎の急下降っていう。であとはやっぱりこのね島内浅村を警戒しすぎたっていうところでね、この2アウト2塁で、まあ、1点を防ぎに行って大量失点したっていう典型的な例かなと。この島内をね警戒しすぎてフォアボール、これ前もねフォアボール出してて、でカウント3、2になって浅村にね最後チェンジアップが甘くなってレフト前タイムリー、これも2エンド2から攻めたかったですね。で結局絶好調の茂木に3ラン打たれてジエンドっていうね、0対5、完敗です。そして31日、これはね2対1で楽天が勝ったんですけど、まあ岩下ね、則本の、投げ合いになりましたけど、則本もね去年より迫力の戻ってきたピッチング、腕も振れてますし体重も乗ってますし、非常に、今季初の登板になりましたけども、素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと。で岩下もね5回まで本当にね完璧なピッチングで、本当に投げ合いっていうところで、非常にいいピッチングがね続いてましたけども、6回にねまあ、2試合連続フォアボールからねの失点につながってしまったことね、太田がフォアボール、辰巳がバント決めて小深田ショートゴロで、ここで2アウトね2塁で、そこから島内フォアボール、浅村フォアボールで、絶好調の茂木にライトで2点タイムリーってね、まあ結局打線がね点取れないからこうなるんですよね。もう1点もやっちゃいけないと、もうこれ点をやると負けてしまうと、1点もやれないからっていうところでフォアボールになってしまって、結局1点を防ぎに行って、ね、2点ではありましたけども失点を食らってしまうっていうね、こう典型的に打線が援護ができない試合の展開でしたね。で、まあ、でも楽天もね正直負けてもいいような試合の流れだったですね。結局岩下もそんな打ち崩せなかったですし、しかし楽天ここで光ったのが守備力、ね、7回裏ワンアウト1、2塁でね、レフトへのツーベース、これタイムリーね菅野が打つんですけども、これレフト島内がクッションをすぐもうワンバウンドでフェンスに当たって、その跳ね返りをすぐキャッチ、ここでねもたもたしてたら多分ファーストランナーホームに回ってきたと思うんですよね。そのクッションを
素早く取ってホームに投げたことでそこ1失点で収まったっていう、何気にあのクッションの処理っていうのは、素晴らしかったかなと。フェンス際ねノーバネ取りに行きながらも反転してのクッション処理、非常に素晴らしかったなと。で9回裏ね、山口ワンアウト2塁でライトへの大きい飛球、田中和樹ねフェンスギリギリジャンピングキャッチでねグッドプレー、この島内とこの田中の外野の守備力っていうのは非常に良かったなと。で、まあ、あとは則本からね渡辺にスパッとね交代した、まあそこね多分去年前だったら則本続投だったんじゃないのかなっていうところでスパッと渡辺に変えてね、まあ、その後あの角中のセカンドライナーとか危ないところもありましたけども、しっかりね相手のピンチをね、刈り取って勝利に導くっていうね、このベンチの采配、投手交代のねタイミングっていうのも非常に良かったんじゃないのかなと。あと、まあ、ロッテの中で気になったのは、まあ、打てないっていうのは大前提としても、まあ、7回裏ねワンアウトでから安田フォアボール、レアードフォアボールっていうところでね、菅野がレフト、ツーベース打つんですけど、その後ねレアードが三塁まで行ってダイソー和田出したんですけど、どうせ出すんだったらこの 1,2 塁の状況でもレアードに和田を出しておけばホームに帰ってこれたんじゃないのかなと。この菅野が打つっていうことの期待値がなかったのかどうかわからないですけども、どうせ出すんだったら、まあこれねレアードもう1回9回に回ってくるから二の足を踏んだっていうのはわからなくもないんですけど、どうせ帰るんだったらここでファーストランナーを和田に変えてたら、ひょっとしたら一気に逆転っていうところがねあったんじゃないのかなと。去年だったらそういう作戦だったんじゃないのかなっていうところがね、こう負けが続くとねなかなかベンチも動きづらくなって、のステイっていうね作戦を取りがちっていうところがね、まあ出たんじゃないのかなっていうね、2連敗っていう形でしたね。で昨日4月1日16対5です。だいたいこういう連敗が続いた日にそれが終わることってピッチャーが完封するかアホみたいに点取るか、もうどっちかなんですよね。その中でもうまあ初回にねマーティンがホームラン打って1点取って、おっと今日は違うねっていうところを見せたら、奇跡的に2回の表にですね茂木に逆転ツーラン打たれて、小郷にもホームラン打たれて3対1、今日もこんなのかもう終わっちゃうねと思ったら、その裏ビッグゲームで9点、さすがに勝ったやろと思ったら次の回も3点取って、まあね序盤で試合を決めたっていう形になりましたけども、まあねバッターもしっかりね全員は先発全員は打ってませんけどね、9番の方が打ってないんで先発全員は打ってませんけども、あ元前がね育成から試合官になって、なんか親御さんもね北海道から見に来ててね、これ先発ピッチャーはね親が見に来れるっていうね、なぜなら投げる日決まってるからっていうね、野手は初出場いつするか分かんないから近郊に住んでる人は見に来れますけど、なかなか見に来れないっていうねところもありますけど、親御さんも見に来てね、その中でまぁ、ちょっとねバタバタしましたけども、立ち上がりはねなんとか、まあ、プロ入り初登板初勝利で、まあ、2021年チームの初勝利もなってね、まあ、よかったなっていうところでね、まあまあ、これぐらいでグッとは出さないですけども、今後もねしっかり、まあ、来週も投げるでしょうから、しっかり調整して頑張ってもらいたいなと。結果2勝1敗楽天の勝ち越し、ね、さあ続いて日本ハム対西武、30日4対11で日本ハム負け、ね、西武の勝ちで、31日1対1で同点で、結果ね3戦目昨日の試合なかったんでね、結果1勝1分けで西武の勝ち越しになりましたけども、まあ30日ね、日本もおととしのねドラフト1位河野君がね先発になりましたけども、やっぱり去年からね気になってた、やっぱ左ピッチャーで先発ローテーションを1年間守り続けるためにはチェンジアップもしくはチェンジアップ寄りのツーシームでフォークっていうのがやっぱ8割方自分の思うところに操れなきゃいけないっていうところで、57球投げて、その中で、まあ、僕の見方で考えるとチェンジアップは1球あったかなっていう、で、まあ、シュートっぽいのは2球っていう、もうほぼ 99% ストレートスライダーカーブのもう突っ込んでいく球っていうだけの曲がりになって、さすがにこれじゃあちょっときついんじゃないのかなっていうね、やっぱりそのいい時は抑えれるんですけど、やっぱ制球甘くなったり悪くなると抑えきれないっていうのがなるんで、まあちょっとこのね今言ったチェンジアップフォーク、チェンジアップ寄りのツーシーム系をどうにかして覚えてですねやっていかないと、ちょっとこのままでだと先発ローテーションでは厳しいかなっていう感じがします。そしてその後に出てきたね鈴木投手、サイドスローからね投げて、うちのね右バッターのインコースの制球力がやっぱり甘いんですよね。まあ、4回表にねバッター若林でうちの、ね、ストレートドーンって投げてショートゴロ、あれは素晴らしかったんですよね。でもその後5回表ねワンアウト2塁でバッター山田インコースストレート投げたのが逆球でセンター前タイムリーで、2アウト1塁から中村にね3ボール2ストライクからインコース行ったけども逆球になってタイムリーツーベースと、
だからあのキャッチャーもやっぱりそこをね、まあ、サイドスローってなると右バッターのアウトコースのストレートスライダーのね出し入れっていうところで多くのピッチャーがインコースの制球力が甘いんですけど、あのそこをやっぱりきっちり投げていかないとなかなかね、あのまあワンパイントとかだったらね通用しますけども、ちょっと長いイニングとかねになってくるとやっぱりそこの制球力の甘さが結局はね打たれるっていう決定になってくるんで、やっぱこの鈴木投手もねこの逆対角線右バッターのインコースっていうところをしっかり投げ切るっていうね練習をする必要があるんじゃないのかなと。だからまああのアマチュアの皆さんでね今野球をやってる特にサイドスローの方はですね、あの左バッターへのアウトコースは簡単に投げれるでしょうけど、右バッターへのインコースのストレートとかってシュート系をしっかり投げ切れるようになったらプロでも活躍できるんで、あの長く行きたいんであればサイドスローのピッチャーの皆さん右バッターへのインコースの制球力をもっと磨きましょう。はい、ということであとはね西武5回表2アウトね1、2塁ブランドンセンター前でここでね一塁走者木村三塁向かいアウトでもねこのね三塁向かってアウトはねグッドプレーね、あの中村がね結構ホームねギリギリのタイミングだったかなっていうところもあって、あのそこをね木村が三塁に回ってホーム1点を返すっていうこの走塁はね非常に良かったんじゃないのかなと。あと4回裏ねあの森ワイルドピッチやっぱりねちょっと反応遅いね。でノーアウト1、3塁でワイルドピッチしてノーアウト3塁ね札幌ドーム後ろ広いんでねファーストランナー3塁行かれるっていうパターンでね佐々木が嫌いな球場札幌ドームって言ってるねファウルゾーンが広いっていうところもあるんですけど、31日はね非常にブロッキングがね森は多かったんですよ。だからやればできるんですよ。だからそういったところの準備っていうところをもうちょっとしっかりやればあのブロッキングはね非常にもっと上手くなるんじゃないのかなっていうところでね、できないことを言ってるわけじゃない、しっかりできてるんでね、そういったところもしっかりねプレーにおいての準備っていうところをしっかりしてもらいたいなっていうところはあります。そして何といってもねブランドーンホームランナイスバッティンググッド、ね、でも山川がホームランでグーだけど足やっちゃってこの栗山と山川の抹消っていうところはね西武にとって非常に痛いのかなと。で31日ね1対1、ここでねやっぱりね日本ハム4度の満塁1回も得点できずね、これやっぱり痛いよね。もう本当ゲームはもう完全にハムが勝ってくださいゲーム内容でも、まあしかし西武もね1点取ってまあなんとか継投しながら行っても吉川がね西川に打たれたっていうところでね同点に追いつかれちゃったんですけど、まああの5回の裏ねワンアウト満塁でバッター野村ねジェームス 3-2 からねスライダーのボール球三振、楽天時と一緒あの日曜日の早川あの時も 3-2 のカウントから満塁でスライダーだったかなボール球を空振り三振。だからもうちょっとそこ頑張ろう、それ振っちゃ分かる難しい、でもそのねあの大体佐々木が言うこのチャンネルことはそんなの分かってるしねっていうのあるんですよ、その難しいの分かるって。でもそれをやっていかないと一軍のレギュラーになっていかないといけないから大人の階段を登っていきましょうっていうところでね、まあそこは見逃して見逃せたらなっていう。でまああの今井が5回裏ね三四四球で満塁のピンチ作りますけれども三振でセンターフライとね、まあ、踏ん張った、まあ、今井もねやっぱいいのよ、見ててもいい球投げるしあのバックドアもいいし、でもポカを勝つんだよね1イニング。去年前だったらこの5回裏でパンパン点取られてあれいいピッチングしてたのになんか負けてんなみたいな感じになるけれども、まあ、そこはね成長がうかがえるのかなと。だから今後のね次回登板も期待したいし、もう自滅、今井のねテーマはね自滅しないっていうね、今年も引き続きやっていきましょう、はい、あとね日本ハムの新人伊藤君ストレートスライダー投げっぷりグッド、ね、勝ち星はね、つかなかったしウーデンティンにホームランバゴーって言ってわーってねウーデンティンも叫びながら回ってましたけど、あのホームラン1本だけでしたし、まあ、チームのね援護点さんあれば勝ち投手になってた素晴らしいピッチングだったと思うんで、まあ、次回登板もねしっかり期待したいと思いますね。あとまあね9回ぐらいよノーアウト満塁太田ね、この時の増田のピッチンググッね、先頭樋口にねインコースになってデッドボール当てたのにもかかわらずこのね満塁ノーアウトしかもデッドボールも許されないで1回デッドボール先頭に当ててる中でワンボールワンストライクからインコースストレートすごいところ見逃し、ワンボールツーストライクからインコースストレートでここ逆球になってファールでタイミング遅れてるのを見てもう1球続けて内にストレートでここで着払い的な、まあ、変化球頭にあったんだろうね、ちょっと振り遅れて三振、この森のリードもねグッとね、それインコースデッドボール当ててるのにもかかわらず信じてねサインを出した、でその期待に応えて松田の投球グッと、でその後ね
ダブルプレーで同点でね終わりっていうね結末になりましたけども、まあお互いね投手ね、いいピッチングがね見れたんじゃないのか、逆に言うとね日本ハムもあと1本っていうところがね打てなかった試合になっちゃったかなっていうところでね、1勝1分け西武のね勝ち越しになりました。さあ続いてオリックス対ソフトバンク、30日3対1でソフトバンク開幕4連勝、俺これどこまで行くんやと思ったら31日7対2でオリックス、そして4月1日2対0でオリックス、オリックスが2勝1敗勝ち越し、昨年この週ロッテに6戦6連敗っていうね、非常にあの時からオリックスのね墜落が始まった昨年2020年シーズンを考えれば、この勢いに耐えてね乗り込んできた大阪で京セラドームにソフトバンクを2勝1敗勝ち越し、素晴らしかったなと。でまあ30日ねここね、まあ、ソフトバンクが勝ったんだけども、まあ、2回表ねワンアウト1・3塁栗原のねレフト前走者グラシャルでね中村はね2塁へ行きましたけども、浅いレフトフライでねグラシャルがタッチアップ、吉田バッと中継もバッと、あれでホームに変えられちゃダメですよね。だからそこちょっと舐められてる感あるんですよね。だからああいったところはしっかりやっていかないと、やっぱ1点をね防ぎに行かないとっていうところもありますよね。で2アウト2塁松田のライト前ヒット、ここでホームへの送球頓宮キャッチミス、タイミングがねギリギリアウトかどうかっていうね、まあ絶対アウトとは言い切れないですけど、あれをポロンチョしてセーフはバッと。だからちょっとねこの火曜日守備のねミスが相手につけ込まれた3対1だったかなと。しかし31日から逆襲です。まあこれねもう初回でほぼゲーム決まります、一気にね初回で大竹をね打ち崩して初回に6点ね、まあこれでほぼゲームセットという形になりましたけども、でもねこのゲームセットになったのは結局はね麻酔グッピッチ、やっぱりね去年のどっかの動画でかな今年かなでも言いましたけども、麻酔はね先発がいい。リリーフの時だともう力みまくって肩は開きまくって体振って、まあ、たまに力あるけどもまあなんとか抑えてる中で投げてみなきゃいけない、分かんない不安定さっていうのがねちょっと不安要素でもありましたけども、先発になったら投球のフォームのバランスがグッと、体は振らないバランスいい、腕は振れてる制球力抜群、変化球のコントロールもいいっていうところで力感なく素晴らしいフォームでグッピッチング、ね、であとはですね、まあ、この麻酔がね素晴らしかったんで初回のね猛攻がね良かったっていうところもねありますけども、一つ言いたいことがあります。センター佐野、2回表出したデスパイネの時にフェンスギリギリジャンピングキャッチグッドね、やっぱ足もある守備力生かしていくっていうところはね持ち味、ゴールデングローブ賞も狙うぞっていうところでね、8回表柳田のねセンターツーベースゴロね攻撃して三塁まで進められるバッとね、こういうところしっかりやんなきゃね、そうしないと自分のね評価っていうのがね上がっていかないんで、こういうそつなくね難しいことをやれって言ってるわけじゃない、そつなくやることが大事です佐野選手ね。で昨日4月1日2対0完封山本完璧グッ、もう言うことないすごい、逆に打ってみたいあの投球を、打席の中でどう感じるのか、打てるとか打てないとかじゃなくて見てみたいね、それぐらい良かった。あとねスプリットめちゃくちゃいい、あともう変化球も全部腕の振り一緒だし、スプリットもあれであの速さであのコントロールで急激に落とされたらそりゃ振るね空振りで、しかもちょっと浮いた時にね微妙に曲がってストライクゾーンに来る見逃し三振、あれきついね。でまあね、まあねその中でもやっぱ初回にね点取れたっていうところはオリックスね非常に良かったんじゃないのかなと。初回ね太田がライト前ヒット打って、ここねエンドランなのかわざと空振りしたのか分かんないの、武田のカーブの佐野の空振りわざとっぽいけどエンドラン、もう本当分かんないんだけど、そこでね太田が盗塁ねセーフになったのグッと、走塁はね非常に良かったかなと。その後ねノーアウト一三塁佐野がね三遊間抜けるフット打ってノーアウト一三塁で吉田がね初球ライト前タイムリー、吉田ってね初球あんまり打ってこないイメージあったし、多分データでもそうなってるんだけど、積極的にね初球打ってきてタイムリーっていうところでね、あ初球打ったっていうねちょっとびっくりするようなところでしたけども、この1点って非常に大きかったですよね。だからまあもう1点あれば OK ですぐらいのね、まあ、山本相変わらず援護点は少ないですけど、でもその中で武田もね降板しましたけど、まあ、ちょっとフォアボール多くて荒れ球だったけども、立ち上がりはねちょっと不安定なところでありましたけど、全体的にどうすると、ねまあ、ストレートもカーブもカットボールも非常にいいところ決まってましたし、まあ、コントロールがアバウトになるのはもうそれは持ち味っていうところを考えると、まあ、非常にいいピッチングねしたんじゃないのかなと思うところもあるんでね、まあ、千賀がいない中、まあ、もうそろそろ千賀も帰ってきてほしいけどね、その中でね武田のピッチングっていうのも非常に良かったなと。
あとソフトバンクね、負けはしましたけども、9回ね、代打で出てきた長谷川のね、あのショートゴロの全力疾走、一度はセーフになってね、まあリクエストでアウトに覆りましたけど、あの全力疾走、ガッツ、ね、ベテラン側の、ね、必死さ、ああいうのがね、チームに浸透していくんじゃないのかなっていうね、素晴らしい、アウトになったけども、ヒットに称賛されるぐらいの、あの全力疾走だったかなと。で、あのね、ランニング見てると、長谷川もね、今年は元気なんじゃないのかなっていうところもね、伺えて、さらに期待ができるね、今後じゃないでしょうか。っていうところでね、結果、オリックスの2勝1敗、オリックス、グッゲーム。さあ、続いて、セ・リーグ、中日対巨人、30日、3対3で同点、そして31日、5対3で中日の勝ち、そして昨日、3対1でジャイアンツの勝ちということで、1勝1敗、1分け、まあ、5分のね、あの対戦で終わりましたけども、金曜日、3月30日、ね、まあ、両投手ね、グッと、サンチェス、対角線のストレートとカット、グッと。去年も良かったように見えましたけど、今年も、ね、いい感じで、あのローテーションの、ね、中としては、菅野が、ね、いなくなって、非常に期待できるピッチングだったんじゃないのかなと。あと中日大野も、ね、中島にホームランとか、ね、打たれをしましたけども、グッピッチングね、両脇にね、あの両コースにしっかりピッチングしながら、いいピッチングだったんじゃないのかなと。その中でね、気になったところで言うと、もう正直ね、ジャイアンツ勝ってました。勝ってた試合を負けるっていうね、まあ、原監督もね、5アウトとかって言ってましたけども、まあ、3回の裏ね、象徴的だったのが、2アウト、1塁からね、阿部、セカンドね、吉川、エラー。あれはもう超いい位置。難しくもなく。で、続いてね、2アウト1塁になって、高橋周平のね、サードゴロ、3、2のカウントなんでね、ランナー自動的に走って、セカンドに投げて、誰も入ってなくて、慌てて入って吉川が、取るはしたけども、オールセーフっていうね、もうこう、普通にチェンジよ。でその後結局ビシエドに逆転2点タイムリー打たれてレフト前0点が2点って、もうそれはきつい。ピッチャーもね、サンチェスも頑張ってただけにね、だからしかもそれも確認ミスだからね、確認しとけばいいことをサードの正面のこと、普通にファースト投げたらね、アウトなところ、ああいうプレーは非常にね、しかも勝てる試合だっただけに痛かったかなと。吉川岡本にね、バッとね。そして、まあ、攻撃ではね、8回表ウィーラーがねライト前ヒット打って、ここでねダイソー増田盗塁して坂本の2点タイムリー、グッと。まあね、このウィーラーがね、今もう絶好調、外国人選手がまだね、来日してないっていうところで、もし来日してきたらね、自分の立ち位置が悪くなるかもっていうところもあって、もうね、この必死で頑張ってる姿がね、この結果につながってるんじゃないのかなっていうところでね、出て、でベンチの策として増田、走ったして坂本取るっていうね、完璧な点の取り方だったんじゃないのかなと。でね、次8回裏ね、ワンアウト満塁、打者木下、中日ね、レフトフライ、三塁ランナーはね、ダイソーの滝のホームね、タッチアウト、勝ち越しならずっていうところで、でもあそこのスタートは OK よ、あそこはもうチャレンジでね、行かなきゃ。そこでね、そのダイソーから入ったレフトの増田、グッスロー、さすが去年ピッチャーやっただけもある、コントロールも球の強さも完璧ね、まあ、あれはね、走った方も間違いじゃないし、守備側もそれを防いだ、まあ、プロのね、ザ・プロっていうね、どちらも素晴らしいね、プレーだったんじゃないのかなと、勝負手だったかなと、思います、結果ね、3対3の引き分けになりましたけども、ちょっとジャイアンツはね、ミスが痛い、引き分けになったかなと。で31日、5対3でドラゴンズの勝ち、ね、こちらね、ドラゴンズ打線もう積極的ね、どんどん打っていく、積極的に試合をね、進めていったことによってね、5得点できたかなと。まあ伊能がね、やらかしちゃって、まあ、追い込むまでは厳しく、追い込んでからストライクボールはっきりして最後甘いみたいなね、ツーストゴとかスリーツーのカウントになって、うちにねシュート行ったら真ん中甘く入るね、木下の時とかね、外ストレート行ったら甘めに入るっていうね、でそこでポンポーンとね点を取られて、もう序盤にね交代して2軍落ちっていうね、まあ初回ねジャイアンツが3点取った時、おーこう一気に行くのかなっていうところがね、まあピッチャー勝つの甘く入って打たれてんな、ウィーラーいいねーみたいな感じ言ったら、その裏ねしっかり3点をねすぐ取り返してっていうところでね、このドラゴンズのね初回の攻撃っていうのは非常に良かったんじゃないのかなと。しかしですね、2回裏ね勝ち越した後ね、ネオが打ってね、しかもこのネオも高木に交代した初球をねしっかり打って勝ち越しタイムリー、ガッとね、まあ打率的には低いしね、まだトータル的には打ってませんけども、こういった積極的なね、バッティングっていうのがね、今後、花開いていくんじゃないのかなっていうね、ピッチャー変わっても積極的にいくバッティングっていうのは非常に良かったなと思いますし、まあ前日
もうベンチにいた時もね、ベンチにからね、座らずね、ベンチに座らず全投手のね、間合いとかピッチングをね、ベンチからタイミングを取りながら立ったままでね、全員のピッチャーをタイミング取ってベンチにいる姿っていうのもね、ありましたけれども、そういったところがね、この高木の初球から打ちに行くっていうところにつながってるんじゃないのかなと、まあ、本人のね、この真面目さっていうところが伺えますけれども、今年にかける必死さっていうのもね、ベンチにいる時からね、伝わってくる姿勢だったかなっていうところはね、感じましたね。で、まあ井野はね、このまま2軍落ちね、なりましたけども、このね、1点勝ち越しのノーアウト1塁、勝つのバンド失敗ダブルプレー、バーンとピッチャーがこういうとこちゃんとやらなきゃ、せっかく、まあ、勝ったからいいけども、その流れをね、もうつなげて、そのまままた大島っていってれば、ね、ひょっとしたらもう1点取れて、結局は自分のピッチングをね、楽にするっていうね、とこができた中で、まあ、バンドしっかりできずダブルプレーっていうのはね、バーンとしっかり練習してください。ね、でまあ今日もね、やっぱりね、ドラゴンズね、今年やっぱりいいなって思うところはね、積極的投手リレーね、勝つのね、3回3分の1で諦めて、その後藤島、鈴木、谷本、福、祖父江とね、ヒットは1本しか打たれず、しっかりリリーフにつないで勝ち切ったっていうところね、与田監督の投手リレー含めてね、選手交代早め早め、9回ね、打ち切り、10回以降ないっていうところでね、もう出し惜しみしないでいくぞっていうね、グッと。こういったところがね、今年中日を1位ね、予想する佐々木のね、思い出もありますね。はい。そして、昨日、3対1でね、巨人の勝ちっていうところになりましたけど、3回ね、梶谷のポロンチョエラーで中日が先制して、おっとこのまま勝ち越すのかってね、いうところで6回ね、ノーアウト2塁ね、ウィーラーが最後松葉のね、いい感じいっといて、最後ね、カーブもね、悪くなかったし、緩急ついていい球だったけど、ウィーラーね、止まって、そこからね、ヘッド走らせて、ツーベース、左中間抜ける、ね、これでノーアウト2塁になって、坂本のショートゴロ、強打、飛んでる、バーンって、こっから結局の、打つわ打つわの3失点、ね、で3対1で、ゲームセット。だからまあ、お互いね、どっちもがエラーで失点してしまうっていうね、パターンになってしまいましたけども、まあそのね、エラーを3点にね、結びつけたジャイアンツのね、集中打っていうところがね、まあ勝ち切ったかなと。あとね、まあ高橋、非常に素晴らしいピッチングだったかなっていう中で、一番ね、おっと思わせたのが、まあ5回ね、2アウト2塁でね、バッタービシエド。ひょっとしたらね、ここフォアボールもあるかなっていうところでね、スクリューとインコースストレートをしっかりね、織り交ぜてピッチングしたっていうことをね、グッとね。インコースのストレートも非常にいい対角線の、ピッチングになりましたし、ああいったところがね、この好結果をね、結びつけたんじゃないのかなっていうね、内にストレート、外にスクリュー、このコンビネーションね、非常に素晴らしかったかなと。あと、松葉にしてもね、まっすぐカーブ、スライダー、チェンジアップ、非常にね、丁寧にコーナーついてね、投げたっていうところもありますし、まあね、結局は負け、チームとしては負けてしまいましたけども、まあ次回にね、非常に期待できる投球内容だったんじゃないのかなと。結果1勝1敗1分けのね5分っていう形で終わりましたね。さあ続いて DeNA 対ヤクルト、30日4対5でヤクルト、31日3対5でヤクルト、そして昨日11対11で引き分け、2勝1分けでヤクルトの勝ち越し、三浦新監督 DeNA 未だ勝てずっていうね試合になりましたけども、いやもう下手したら全部勝てたんじゃないっていう DeNA の試合です。30日4対5でヤクルトね、ヤクルトとしてはもう完全に負けゲーム、試合内容をね見ててもそうでしたけども、初回にね2点 DeNA 取って、3回に1点取って、もう7回にね1点は取りますけど、その裏1点取られて4対1でね、このまま行くかっていうところでね、8回表一気に4点取って大逆転のね、勝ちになりましたけども、7回表もね塩見がこのねホームラン、アウトコースね、ストレート厳しい球でしたけどね、グッと塩見いいね、大活躍ね。このまあ、この塩見のね、ホームランが結果その後にね、繋がったかなっていうところで、非常に良かったんじゃないのかなと。で、まあね、ヤクルトとしてはね、その7回裏にね、桑原ツーベース、関根バンドでね、長谷川悪送球でね、タイムリーエラー、バッとね、これでもう、この長谷川のエラーで、あ、これも DeNA 勝ったなっていうようなね、プレーに見えたところ、DeNA8 回表、ピッチャー石田、結局フォアボール。もういつもの負けパターンと、開幕してからの負けパターンと全く一緒。結局フォアボール。山崎フォアボール、青木ライトフライで山田三振、おツーアウトまで来たねと思ったら村上またフォアボールで、ここで内川にセンター前ヒット打たれて、でノーアウトツーアウト満塁、塩見にで同点、左中間を抜けるタイムリーツーベースで、ここで代打川端、勝ち越しタイムリー、
ライトツーベース、ここインコース結構厳しかったのに結構打球がね伸びていったなと。でここでピッチャーね、あの山崎にね塩見とこから変わりましたけど、結局ね抑えきれずっていうね。で9回裏桑原ね、あの DeNA 桑原センター前でね、関根バント失敗、バッここでバントしっかりやらなきゃっていうね。で牧初球ねインコースストレートをレフトへ打ってね、で結局佐野セカンドゴロ、宮崎サードゴロね、まあ最後なんとかねっていうところは見せましたけども、結果5対4のヤクルトの勝ち。で31日、3対5、ここでねちょっとあの西田選手がねあのコロナ陽性になっちゃって、あの離脱者がねたくさん出てヤクルトどうなるんだっていうところで5対3、きっちりヤクルトの勝ち越しね。まあでもその中でもヤクルトもバッとなこと多いのよ。ちょっとね初回2アウト1、2塁ファーストゴロ、セカンドランナー山崎オーバーのアウト、バーッとどうした、見てたら止まるっしょ、コーチはどうしたの、行き過ぎでしょ、抜けてませんし投げてませんよっていうね。でまあヤクルトね、高梨ストレートも走ってたからフォークも生きるっていうね、持ち前 の自分のコンビネーションっていうところがね非常に良かったピッチングになったかなっていうところもありますし、攻撃的もねあのヤクルトそつなかったかなと、3回表ね高梨がねもうバッティング得意でレフト前ヒットね、でも山崎がセンター前で、ね、続いてで2番中村がねキャッチャー2番っていうね、僕も経験ありますけどキャッチャー2番中村がバント、で塩見がねライト2点タイムリー、レイヤーに続いて絶好調ね。で5回表山崎がねセンター前打って、で2アウト1塁で山崎盗塁して、で塩見がレフト前タイムリーとね、こういったところもそつない、山崎バッティンググーね、だからこそそういうそつないプレーしましょうね。で DeNA もまあ牧がねホームラン4打数2安打1ホームラン3打点で、入江もねいい球投げてはいるんだけど制球が甘い、あとクイックちょっと課題、スタート楽勝で切られすぎっていうところでね、まあいろいろまだ勉強しなきゃいけないところはありますけど、いいところもあるけど結局ヤクルト勝ちね。で昨日11対11、昨日見てました、絶対勝ったと DeNA が、これは勝ったっしょっていう。2回もうオランダ戦だけど2回終わって9対5、4回終わって11対5、勝ったっしょって思ったら怒涛の打たれまくりで結局ね同点ね。でもまたヤクルトバッとあります、いい試合だったけど、初回ねセンター塩見、レフト山崎突っ込んできて、こいつバン前落としましょう、あそこはね前落とさなきゃ外野後ろそらしたら終わりよ、まあ積極的にね突っ込んでくる姿勢あれは素晴らしい、でも最悪止めようね。でその中でね DeNA 3回表無視一塁からバッター太田ピッチャーゴロ、セカンド悪送球エラーバッと、あそこダブルプレーだったよ、そしたらその後点取られてないんだよね。でその後ワンアウト一塁でね松本が三振して太田が盗塁、セカンド誰も入らずで記録はね悪送球キャッチャーのねで三塁行かれて、まあそれは失点にねなんなかったけども、まあ、そういうところよ DeNA ね、卒ありすぎるから結局こうなっちゃうわけよ。だそういったところもあのねピッチャーゴロをね取ってセカンドに投げとけばね普通にダブルプレーだったところを低投してねベースに当たって変なとこ行ってエラーついて、でその後ねあの得点されちゃうとかね、そういった積み重ねね3回の1点この時が9対5で9対6になってね、まあその1点ずつがねボディーブローのように効いてくるのよ。だもうちょっとねその打った打てないとかありますけど、そつなくやることをねしっかりやっていかないと勝てませんよっていうね試合展開に見えましたね。結局2勝1分けでヤクルトの勝ち越しになりました。さあ続いて最後広島対阪神ね、30日広島1対0広島の勝ち、31日4対2広島の勝ち、そして昨日1日3対6でね阪神の勝ち、広島の2勝1敗ね勝ち越しになりましたけども、30日森下素晴らしいガッツ、ね、もう昨日の山本由伸バリに良かったですね、あのまっすぐあの緩急のついたカーブ、首を振って意思表示する球のその後の素晴らしさ非常に良かったんじゃないのかなと。その中でもねやっぱりね、まあ、1対0だからね正直言うことないのよ、あのもう森下がね素晴らしく良かったってね言うことだけなのよ。で6回ね菊池のタイムリー、菊池もね素晴らしく開幕してから調子いいですし、あの代打メヒアがね詰まりながらレフト前打って、ここでねしっかりね田中が送りバントを決めて、あの菊池がね1点取る、この虎の子を1点もねしっかり勝ち切ったっていうところありますけども、やっぱりねこの試合でね一番光ったのはね鈴木誠也ね、打たなくても守備でグッね、こう大事です。
打てなくても自分のできることをしっかりやることがね、やっぱキャプテンとして非常に頑張ったところかなと。まあ、7回表ね、佐藤がライト前打ってね、スライディングキャッチしながら、ちょっとね取りきれず、その後ねしっかりセカンドスローしてアウトで、9回ねサンズのライト前ね、補給誤るもねすぐセカンドスローしてアウトっていうね、こういったところの守備力っていうところがね、しっかり相手のね得点を防いだっていうところではね、非常に大きなプレーだったかなと。これ一つ間違えばね、ひょっとしたら失点になったかもしれないし、やっぱ1対0って試合の中でね、こういった小さいところがね、これ勝ち切れる要因だったんじゃないのかなと。そして31日、4対2でねカープの勝ちね。まあ、ここね阪神せっかくね逆転したのに、4回裏2アウトから相澤にねツーベースで、床田にねツーベースで同点タイムリー、バッとここは床田抑えなきゃね。新人のね伊藤君、まっすぐカーブスライダーチェンジアップ緩急ついてグッと、非常にねいいピッチング出して、まあ次回ねさらに期待したいですけども、このね床田のねいいバッティングだったけども、ここしっかりね抑えれればっていうねところもありましたね。でやはりカーブは6回裏クロムね待望の1号、やっぱ当たった飛ぶね、この破壊力っていうところはねやっぱ魅力的。まあ打率はねなかなか上がらないかもわかんないですけど、ホームラン30本打ってくれたらね御の字じゃないのかなと。あとねリリーフもねグッとね、やっぱ今年のカープ、大道、森浦、栗林、新人3人に加え堀江とかね、まあケムナもね最初打たれましたけども、非常に昨年と違ってねここまでいい頑張りできるかなと。まあ、大道がね初登板になりましたけども、ちょっとねまあね、ヒット2本打たれてちょっとバタつきましたけども、まあしっかりね、後続を切って抑えてね、まあ素晴らしいリリーフだったかなと。で、昨日はね、6対3で阪神が勝ちましたけども、秋山がね、無四球、ガッと、ね、非常に制球力ね、よく、低めについた持ち前のピッチングっていうのはね、できて、もう安定感非常に高いんじゃないのかなっていうね、ピッチングでね。で、打線もね、やっぱり、ね、触れてますね、全体的に。甘めに来たらしっかり触れてますし、まあ外野フライもねちょっと惜しいところもありましたし、まあ本当甘めに来るとね危ないなっていうね。まあこの30日31日森下とこだがねいい感じで緩急つけて、まあ投げれたんで、なんとかね抑えれましたけど、やっぱりね阪神打線怖いなっていうところはこのね昨日の試合で見えたんじゃないのかなと。やっぱ甘めに来るとねマルテもサンズも触れてますし、まあ、近本もねやっとヒットが出たっていうところで、ここからね、まあ、1本のヒットがねやっぱその良薬になってくるんで、そこからねグッと伸びていく可能性もありますし、佐藤君もねホームラン出ましたし、まあ、全体的にやっぱりねタイガースの打線怖いなっていうところがね昨日の試合で見れたかなと思います。ということで終わりです。頑張りました一人で。さあ申し送り事項しときましょうか最後にね。今日から、じゃあ巨人対ヤクルト両チームの皆さんとファンに言いたいです。申し送り事項、4月2日巨人対ヤクルト戦、日本放送で佐々木解説します。聞いてください。申し送り事項です。自分の。さあ続いて DeNA 対広島、広島の皆さん DeNA まだ勝ってません。しかし打線いいんでね、そこしっかり切っていきましょう。あと最後まで諦めなければ何かが起こるかも。 DeNA の皆さん、もうやるだけですよ。そつなくこなして1点を守りきれ、ね、頑張ってください。阪神対中日、中日の皆さん、阪神打線いいですよ、すごい触れてます、気をつけて。あと近本が打つかも。阪神の皆さん、ドラゴンズビシエドが一番怖い、ビシエド前にランナー出さないように気をつけて。あと継投で長次バンバン出てきますからね、早めの攻撃大事です。日本ハム対ロッテ、日本ハムの皆さん、ロッテが初勝利で勢いに乗って乗り込んでいきますよ。レアード、マーティン打たれたら終わるよ。ロッテの皆さん、吉田輝星先発、キャンプオープン戦ともいい球投げてたんで、でも高めてきます、それ狙い打って。楽天オリックス、楽天の皆さん、オリックスいい仕事してます、ピッチャー陣も仕上がって、ここ一番の集中だね、油断しないで気をつけて。オリックスの皆さん、楽天やっぱり投手陣生きいいです、昨日はね滝中がやらかしちゃいましたけど、涌井です、早めに先制して自分たちのリズムで野球しましょう。ソフトバンク対西武、ソフトバンクの皆さん、西武新戦力が勢いですよ、ブランドンとか触れてますよ、気をつけて。西武の皆さん、ソフトバンクオリックス戦小休止でしたけども、やっぱり迫力があります、ランナー貯めてドカンだけは気をつけて。さあということで、ここから4月2日
ね、どうなるのか、まあ、開幕ダッシュが必要かっていうね動画も出してますから、まだご覧になっていない皆さん、そこでね自分たちの推しチームの状況を確認しながらやってください。こんなに締めてやってんのに、スタッフは俺がね1時間近く喋ってんのに最後の最後で邪魔するっていうね、俺の労力は何なんやっていうね、あの音立ててんじゃねえよっていうね最後の締まり方になりましたけども、まあ今日からねまだ3連戦どうなるのか、月曜の試合ね、月曜の日にまたベストナイン決めていきたいと思いますから、今日からの週末3連戦要チェック。